鱗の花、はい、これって本当の花ではないんですか？いえ、鱗で作った花です。これあの魚の鱗で作った花だって言うんですけども、でもそう言われてみるとまさにこの黄色い部分はこれですよね。ええ、ここにはこれを使い色を塗ったんです。僕も作ってみたいんですけど、これで作ることできますか？もうすぐ授業があるので参加してください。お願いします。これから早速その、貝殻で作る花を、作り方を教えてもらうんですけども、これあのすごい軽い粘土なんですけども、これを土台にして、貝殻をつけていくそうです。はい、ここは押さえて、ここは薄く、ここは高くして、はい、これから早速、貝殻を、置いていくんですけども、同じ大きさにします、はい、同じ大きさ、まあ、同じ大きさのものをまず一番初めに選んでいくそうなんですけども、みんなもう見てるとだいたい1枚目はもう全部貼ってるんですね。粘土が見えないように、はい、まず1枚目を貼っていくそうです。これ向きが違っても構いません、はい、なんかあの同じ向きじゃなくてもあのいいそうなので、まあ、同じ大きさのものを貼っていくそうです。これなかなかあの同じものを探さないといけない。隣の子にちょっと、隣の子はすごいもうなんかあのこの子の作ってるのはちょっと花びらが小さめでもうすごい多いんですけども、今回は初めてですか？初めて作るの？何度も作ってるよ。もう何回もやってる、まあ、あの上級者だと思うんですけども、その前には何を作ったことあるんですか？以前トーコースマ、以前トーコース、ハスの花と魚を作ったことがあるそうなんで、じゃあちょっとこの子の見ながら僕も真似した綺麗なあの花ができてるんかなと思うんですけども、綺麗綺麗。はい。で僕もあの一層目ができたのでこれから上に行くんですけども、今度上に作るのはどういう風に置いていったらいいんですか？花びらは真ん中に行くほど小さいから小さめにします。これくらいで。この面を置きます。2個の間にはこのように1枚1枚作ります。わ、あの向かいの子は結構もう何層もできてるんですけども、もうすぐ完成ですか？はい、完成します。これあの位置が決まったら今度ボンドをつけて、固定しなければいけないそうなんですけども、いやこれ1回入れたのをこうまた引き抜いてボンドをつけて、また同じところに、刺して固定するんですが、まあ、でもなんかすごい一番早いですよね。いやじゃあ僕もちょっと、負けてられないんで席に戻ってやりたいと思うんですけども、結構すごいぞ。この子なんかはすごい下にはすごい一番大きな貝殻を持っていて、本当に2層3層だんだん本当に大きさの、違いがすごい明らかになるように並べてるんですけども、
ちらでは大人が花を作ってるんですけども、ちょっとねこちらで使ってる材料はちょっと違うようなんですが、すいません、今これはこの材料は何なんですか？魚の鱗です。もう何度か作られたことがあるんですか？家族作っています。これを見ているとちょっと作り方が違うそうなんですけども、これってなんかこれ手で丸めて刺しているように見えたんですが、鱗の花を作るためです。鱗はもともと乾くと湾曲します。花びらも湾曲しているので、適当な大きさと高度の鱗を選んで1枚ずつこれを刺していき、そしてそれから形を整えていきます。先ほどその花は何回も作ったことがあるとかって言われたんですけども、花以外に何か作られたこともありますか？鱗の花の他には貝殻で白鷺を作ったことがあります。白鷺は学校の中でよく見かける鳥です。私たちは地元の素材を使って地元の鳥を創作しました。いやちょっと僕もここまではすごいできないと思いますけども、この一番大きいのを作るのにはどのぐらい時間かかったもんですか？作業だけで1両日かかります。貝殻を1枚ごとに置いていくので、いやこれ乾くのを待たなければならないので、作業を2日続けることはできません。一部分ずつ作っていきます。もしまだ乾いていなければ貝殻を取り出して貼り直すんです。もう一度貼り直します。これは本当1日2日かけて作られたそうなんですけども、まあね、本当失敗するともう本当に初めからやり直さなきゃいけなかったり、まあ、乾かないうちでしたら、まあ、ちょっと手直しができるということなんですが、僕もまだハスの花が全然できてないんで、席に戻って僕も仕上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとう。まだまだ僕も全然できてないんですけども、まあ、作り方としては先ほど、紙粘土を山状に、固定したものに、まあ、一番大きな花びらとなるものを一番、下の、層から先一番下は、まあ、こういった貝殻の面が、上になるように刺していきます。でその後は、今度裏返しにされた貝殻をちょっと間をずらしてこう入れていくんですけども、いやこれだけじゃないんですね。これ位置を決めた後にもう一回土台の紙粘土からこう抜き出して、ここにボンドをつけてこうやって戻してで固定するそうです。いやこれ本当に小さな花なんですけども、同じ動作を2回繰り返さないといけないということで、これ我慢強さが必要になるんですけども、僕もねみんな結構子供たちはもうボンドをつけに入ってるんで、僕も負けないようにちょっと一生懸命頑張りたいと思います。わーな花を作っただけでもこんなに時間かかって、もう目がもう本当にしょぼしょぼするような感じになってしまったんですけども、皆さんここで今日のクライマックスがあります。クライマックスとなる絵はこちらです。おお、生きてるみたいですよね。すごいリアルな虎の絵が描いてあるんですけども、これ先ほど聞いたら1ヶ月以上かかったそうですね。しかもこの先ほど作るのにあたってどんなポイントがあるんですかって聞いたら、ポイントはまず尻尾から、僕はこの絵を見た時に体からこう埋めてって、だん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 こういう風に足とかに行ってるのかなと思ったんですけども、
これ尻尾から一つ一つ貝を張っていって、だん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 、まあこういった体の方を作っていくそうなんですけども、しかもこれ2種類の貝でできているんですね。この白い貝と、まあ、この、ちょっと黒みのかかった貝と茶色みのかかった貝なんですけども、この2つはあの同じ種類のもので、これ、まあ、ちょっと、波打ち際にあの打ち上げられた、まあ、貝が死んだ時間によって色が変わるそうなんですけども、そういうのも計算に入れてこのような、トラ、立体的、すごい立体的ですよね。でしかもこれ元々あった、形をそのまま使っているので全然加工してない、その、貝殻を貼ってるんですけども、これ一回間違ってしまうともう初めからやらさなきゃいけないという、まあ、本当に大変な作業なんですけども、これ見てると日本のなんかわびさびがちょっと感じられるような色合いになってますね。これも全部自然の色から出てきているそうです。でもう一つこちらなんですけども、こちらは中国の作家さんが作られた貝殻の絵画なんですけども、こちらはちょっと貝の方に加工がしてあって、まあ、色付けやちょっと形の調整などをされているそうなんですね。まあ、どちらも美しいものなんですけども、まあ、こちらは本当にすごいのはこのままのものを使って、こんなにリアルに立体的にできているということです。いやでも本当これすごいリアルですよね。達人はこの土地に生まれ小さい頃からアートに親しんだというところからこの貝殻アートを考えついたそうです。その貝殻アートなんですけども、あの作る過程よりも前の貝殻を拾ったりきれいにしたり乾かしたりなどとすごい時間はかかるんですけども、それを後に伝えるために子どもたちに今日も熱心に教えていました。台湾で唯一、世界でも唯一かもしれない貝殻アート、近くで見ると本当に迫力があります。